ディアス・ラモスは、スペインの政治家。スペイン内戦期に、スペイン共産党の初期長を務めたことで知られる。1895年5月にディアスは、スペイン王国のセビリアで生まれた。11歳より、パン屋につき、18歳には、セビリアのパン職人労働団体である、ラオーロラへ加盟したが、その後間もなく、アナキズム団体の全国労働連盟にも合わせて、加わった。 1917年と1920年に実施された CNT 指導の大規模ストライキに際してディアスは指導閣に立ち参加したが、ストライキ自体は失敗に終わっている。1923年にミゲル・プリモデ・リベラの独裁体制が樹立した後も、彼は秘密林に活動を継続したが、1925年にマドリードで逮捕された。 しばらく経過して釈放された後、1927年にセビラで活動していた大勢のアナキストと共に、スペイン共産党へと入党した。彼は、旧来の労働団体に対して、厳滅を抱いていた過激な労働者たちを引きつけ、同時期に、スペインで活動を続けていた、社会主義系組織であった労働者層連合や、全国労働連盟との構想において、 スペイン共産党の有利を維持する一助となった。1932年、スペイン共産党は大幅な進路転換を実施。コミンテルンの掲げる労働者農民政府方針を放棄して、共和国の保持を新たに掲げた。ディアスを含めた5人が前スペイン共産党書記長のホセブレヨスに代わって、党の指導者になり、1932年3月に、 セビラで開かれたスペイン共産党会議で彼は、スペイン共産党中央委員会のメンバーとなった。同年9月にはスペイン共産党政治局にも、加わり、それから間もなく初期長に就任した。1935年に彼とドロレスイバルリは、コミンテルン第7回大会に、スペイン共産党代表として参加、ゲオルギ・ディミトロフの提唱する反、ファシズム統一戦線論を現地で聞いた。 スペイン人民戦線内閣へのスペイン共産党の参画とスペイン内戦の開幕に際してディアスはスペイン第二共和国の行政府に席を置くことはせずスペイン共産党の党内政治に従事した彼の焦点はフランシスコ・フランコ率いる反乱軍と対峙する共和国軍の軍事的勝利にいかがにして貢献するかにあったまた現場スク州で活動していたフアンアスティガラビアと 彼の率いたバスク共産党に対する痛烈な批判も残されている。これはアスティガラビアがバスクナショナリズムに対して優和的であったことが原因であると見られている。ディアスは胃がんを発症し体調が悪化したため、1939年にスペインを離脱してソビエト連邦へと移動、レニングラードに滞在して現地から指導を続けた。 スペイン内戦の終結と第二次世界大戦の開戦後はモスクワに残りコミンテルン初期局でスペイン南アメリカ英領インド担当官として勤務した。また彼はソ連滞在中に自己批判を含んだ随筆を表している。これは大粛清とスターリン個人崇拝のイデオロギー上の必要性から書かれたものであった。1941年6月に 独祖戦が始まると、ディアスはプーシキンへの移住を余儀なくされた。同年秋には、グルジアソビエット社会主義共和国のトビリシへと移り住んだが、病状は悪化の一途をたどっていた。彼の死に関する事情はこれまで議論が繰り広げられていたが、もっぱら、スターリンの命令により殺害されたとする説が広く、信じられていた。とりわけ、1939年に、ディアスが、 スペイン共産党へ共和国政府の全権限を付与するよう求めたことは、スターリンの理論と明らかに対立したものであったためであった。ディアスにまつわるソ連国家保安委員会の文書は、ソビエト連邦の崩壊によって、機密情報から除外された。公開された文書には、ディアスの死をスターリンと関連付けさせるものはなかった。スペイン共産党書記長の座はディアスに代わって、 ドロレスイバルリがついた。2005年にディアスの遺体はセビアへと改装され、スペイン共産党により式典が開かれた。ありがとうございます。